こんにちは。幸福の科学の皆さん。今回も雑誌をお届けいただきましてありがとうございます。まあこういった薄い小冊子のことをブロシュアって呼ぶらしいですよね。まあこれはエホバの証人さんに教えてもらったんですけども、さあ今回のテーマは、老人を舐めるなということでございますけども、一体どういうことなんでしょうか。まあ老人を舐めるなと一括りにしますけども、舐められる老人っていうのがいるのは確かなんですよ。それからですね、尊重される老人がいるってのも確かなんですよ。 まつまりはどんな生き方をしてきたのかってことによって簡単に老人というふうな一言でカスタマイズできるもんだよねカテゴライズできるものではないってことがお分かりになると思います冒頭にこう書いてますこの頃の若いもんはけしからんということですよねこれはね面白いことにそういう老人も若者の頃はそう言われてやってたものなんですよつまりは古い価値観を持った 60代70代もっと上の80代90代の方がその古い価値観のまま新しい価値観を評価するんでけしからんってことになるんでしょうねだってねともすれば100年200年前昔はちょんまげを言っていたわけですよそのちょんまげを言うのが当たり前だった世代が老人になり明治維新が終わった後ちょんまげを言う習慣が若者の間からなくなっていくじゃないですかそういうのを見て最近の若い者んけしからんっていうふうな価値観を持っていたりとかねそれから わらじじゃなくて靴を履くようになったり和服ではなくて洋服を着るようになってなんと敵国の服を着とる靴を履いとるけしかんって思うかもしれません。またそのほかね戦後教育が終わってえやっぱりね進学とか学歴とかっていうのに重きを置いた時に最近の若者はもやしのようで体が全然鍛えられとらんって思うかもしれませんしなんかね特攻精神を忘れるのは大和魂だとかね侍たがなんとかって言いますけども そもそもあんた侍だったんですか？って話じゃないですか？日本人全員が特攻隊員だったんですか？って話じゃないですか？まあ、ですので、そのお年を召された方のね。若者を見る目がいつの世も厳しいっていうのは確かだと思います。まあ、むしろね。老人と話が合う若者っていうのはこれまたね。珍しい例だと思うんで、まあ、このこの頃の若いもんはけしからんっていうのはあ、正常な世の中の流れなんだなと受け止めることができると思います。 さあ、繰り返していきますけども、この「老人を舐めるな」なるなっていうね、タイトルですが昔エジプトのピラミッドの中にも「この頃の若い者はけしからん」っていう言葉がねなんか刻んであったらしいですで老人の愚痴っていうのは何千年も前から一緒だと短絡的には考えてはなりませんよって書いてます私もその通りだと思いますエジプトのピラミッドにたまたまこういう言葉があってそしてたまたま現代の世の中にもご老人の方で「最近の若い者はけしからん」っていう人がいるっていうこのね 1>, 1点と1点を結びつけて、全部が昔からこうなんだ、全世界でこうだったんだっていうのはちょっと言い過ぎかなと思うんですよ。最近の若いもんはいいねっていうふうに、寛容に受け止めてくださるような世代もあったと思いますんでね、そういう地域も。だから若いもんは物事を知らぬ、若いもんは礼儀を知らぬ、若いもんはエゴシストが多いとかね、若いもんには知恵がないとかいろいろ書いてますけども、さあどうでしょうか。うん、若い者というふうに一括りにする、その思い込みの老人の知恵ほど 情けなないいいものはないかと思いますよね。若い者には可能性がある今はたまたま経験や知識が少ないだって若いわけですからね10年とか20年しか生きてないそういう人に比べると60年70年という長い時間を生きていた人との知恵とか知識にはやっぱりね差があると思うんですよところがね残念なことに最近はインターネットってものが発達してきてスマホってものが若者持ってるわけですよ残念ながら10代20代の方が知識量は多いんですよね 残念だからね。だから、いくらお年を召された方が自分の知識を奮いかざしたところで、じゃあ、あなたはスマホで LINE のアカウントを作れますか ?Twitter のアカウントを量産できますかっていう、このたった一つの知恵ですら、ご老人の方には、いや、ちょっとそういうのは苦手なんだよねっていうふうになるかもしれません。つまりは、若い者は知恵がない、知識がない、経験がないっていう一括りにするんではなくて、若い人には若い人にしかできない知識や経験があり、まあ、ご老人と言いますかね。 年年ををたた方方方、方、には年を召された方なりの見方のの見も考え方判断があると。だからこれがね両者を手を合わせることによって素晴らしい社会ができるんじゃないかなと私は思うんですよねきっと幸福の科学さんもそういうことを念じながら今回のブロシャーをまとめてくださってると思いますんでこれからね私の予測とこの中に書いてある内容がちゃんと合ってるかどうかもしくは違うならどこが違うのかそれによって私はどういうふうに考え方を変えていけるのかっていうところをね探してみようかと思いますありがとうございますお疲れ様です